どうもお疲れ様です。最近またね、調子が良くなってきたイーサリウムなんですけども、このイーサリウムがね、現在の22、3万、4万あたりから、まあ、イーサリウム1イーサーですよ、100万のルートが引けてるということなんで、今日はそのお話をしていこうかと思います。まず、現在、4月4日、令和5年、2023年の朝5時の 価格ですけども、ご覧のように24万2218円ということになってますね、まあ、これがイーサリアムの歴史上どんな意味を持つのかってことをちょっとね振り返ってみようかと思いますはいこんな形でですね実はねここ半年の間でも24万近辺ってのは過去に1回あったわけですよねこれは前回の動画でもお話ししましたじゃあ直近1年ではどうでしょうかこんな形になってますええー、180日ですねこれはね半年ですねこれがね 過去半年を振り返ってみるとおこういった24万という事はまだあったということなんですけどもここからですねすみませんもう一回1年を振り返ってみましょう実はね1年前っていうのは見てください45万近辺今の倍ぐらいあったわけですよですんで今の価格っていうのは上がった上がったって言ってもまだ上がる途中なんですよね、まあ、少なくとも、まあ、44万とか45万とかこの辺りまでは ままだまだ伸びるるる余余地地ががというか戻ってくる余地があるっててくあことなんですよこれがまだ1年前のことですからねじゃあイーサリアムの長い歴史をたどってみるとどんなことが分かるでしょうかイーサリアムがスタートして0円の時から現在までを見てみましょうここが24万です一番高い時で50万超えてたんですよねしかもそんな前のことではないですよこうこうみたいな感じでまあここでは一つ小さな波があったみたいですけども こういういい角度をついてるんですよね。じゃあですねもう今はここの水準をとっくに超えて今ここにいるわけですけどもここに達することがそんなに難しいことなのかなと50万前後に行くことはもうないのかなって考えた時にそそんななこことはいいよっていう風な、ね、記事ががあります。それがこちらです。ちょっと古い記事なんですけども「イーサリアムは100万円を突破できるか」ということで1年前のだいたい今頃ですね価格がそこまで えー、バン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 上がっていない頃ですけども当時でも2 4四5万今と同じぐらいの水準だったっていうのは先ほどのグラフでもご確認いただきますよねでイーサリアムは急騰しているというふうに書き出されています2020年末の価格は740ドル程度だがまあだから10万円程度だが8月末まで2021年にはここまで上がったとわずか8か月で8万円が38万に化けた計算だということになります 同じ上昇がもう一度起これば100万円を優に超える。まあ同じ上昇がね、今もう一回起きてるんですけどもね、どうでしょうか。将来の正確な予測はできないがイーサリアム価格が100万円を超える可能性は決して低くはない。さあそれは何なんでしょうか。なんで100万を超えることが難しくないのかってことは、ついに書かれています。<laughs> はい。イーサリアムの100万円の突破が期待される理由ですけども、こういうふうになってますね。イーサ a r i a 2 0に向けたアップデート。まあこれ完了してますと。イーサリアムを活用した ICO。これはもうね、 もう二度とイーサリアムを利用してほしくない黒歴史ですね。で、ディファイの市場の成長。これは未だに見られてないみたいです。ディファイってものがおよそ解釈困難なものですから、まだまだ簡素化にはね、えー、一般化には時間がかかるんじゃないかなと思います。これは今後のポテンシャルに期待したいと思います。で、イーサリアムの ETF の承認ですね。こちらの方は結果どうなったのかなイーサリアムの ETF の承認どうだったですかね これはちょっと私記憶にありませんので次までの宿題にさせておいてくださいえそして私が今最も注目してるのがこれですよ NFT のプラットフォームとして採用されるということでまあいろんな形の NFT が今ね出てますけどもやっぱりねイーサリアムが裏付けられていて現在の価格上昇ってのは前回のものと違って NFT のプラットフォームとして採用されてるところがかなり反映せるとあ私の方はね踏んでおります さああと記事は2枚です NFT のプラットフォームとして採用されているのはどういうことでしょうかこれを一緒に読んでみましょう、えー、イーサリアムはですねアートや音楽などのデジタル作品の新たな形と注目される NFT のプラットフォームに多く採用されていますこれは実際ねこれ1年前の記事ですけどもあれから1年経ってかなり NFT のプラットフォームに採用されていますで実際 NFT で取引して まあ結構ね、何百万かな、400万ぐらいの売り上げも私もね、いただいてるんで、あ、確かになと思ってるところがあるんですよ。まあですんで NFT の事業に取り組む際に、えー、私もね、イーサリアムをちょっとね、まとめ買いしていたんですけども、NFT でもかって、で、イーサリアムの値上がり益で儲かってって感じで、今私はね、ちょっといい思いをしています。<laughs> はい。それはちょっと余談でしたけども、これまでのデジタルデータは複製が容易であることから資産的価値を持たせることが難しかった。そうそう。NFT の出現によって、あのデジタル作品にまさに資産的価値を持たせることが可能になったわけですよ。これによってクリエイターの収入がはっきりと上がってきたということになります。しかし、しかしですよ、イーサリアムのシステム上で NFT 化されたデジタル作品は複製できないようになっており、 えー、購入入すすれれば所有権がが得られここがークリエイターさんの収入になるわけですよね、えー、新作の証明ができる NFT という仕組みは応用性が高くさまざまなデジタルデータを退場することが期待されているためプラットフォームとして採用されるイサリアムの価格上昇も期待できるということで今まさにねこの価格情報が来てますよ。 うん。だから、やっぱね、イーサリアムに仕込んどいて、そしてその後で NFT のブームが来るっていうのはね、うん。このロジックは正しかったなと思ってます。この記事は全面的に私も支持します。さあ、それではね、実際に NFT ってのは何なのかってことを、まあ、知りたいよって方は、また別の記事を待っていただきたいと思います。私の方も、あの、動画の方で解説を何度もしてますけども、改めてね、えー、令和5年度4月バージョンで、 更新したいと思いますので、その時までお待ちください。まあ、イーサリアムがね、乗っかり時期があ、この1年間で何度もあったよってことですよね。まあ、今、24万前後になって、ここから乗っかるかどうかっていうのはね、うん、また一つの重要な選択肢になりますけども、私、前回も言いましたけども、20万円を超えるまでが乗り時だったんじゃないかなってことですよね。だから今はね、ちょっとね、リターンも当然ありますけども、リスクがちょっと上がったかなと。うん、初期取得単価がちょっと上がってますからね。 ま、それをどう捉えるかになってきます。はい、投資は余剰資金で自己判断でよろしくお願いします。今回の維持は以上です。